お元気ですか？始まりましたアプカミ、ラベンダーの岡田まりなです。ビタースイートの長谷川萌実です。松原健史です。アーティストや制作現場にいろんな角度から密着、新たな魅力に接近してお伝えしていく番組、それがアプカミです。この番組だけの貴重な映像をどんどんお届けしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。さて今回はですね、はい、スイカにアプカミということで、うん、スイカが旬の季節となってきました。ちなみにですね、7月27日スイカの日ということで、皆さんご存知ですか？スイカの日があるみたいなんですよ。まあ、地方や家庭によってこう食べ方が違ったりしますが、うん、今年松原さんスイカ食べました？僕かなり食べました。7回ぐらい食べました。もう、はい、反応してますね。もうスイカ大好きですから。すごいいいな。メロンよりスイカの方が好きだ。本当ですか？はぁ、思えば、はい、私この間尾花沢のスイカを食べました。尾花沢ね。尾花沢美味しかったね。甘くて。山形だよね。そうです。へえ。萌の地元の新潟県はちなみに全国で4番目にスイカの収穫量が多い県なんですよ。そうなんですか？そうなんだ。思い越せば、うん、友達から結構もらってたかもしれない。畑から取ってきたよっつって。そういうこと。ありがとうみたいな感じでもらってましたね。なるほど。最近では四角や三角、うん、ハートマークのスイカもあるんですよ。あるある。すごい。デパート行くとあります、うん、こういう四角いやつとか、ハート型のやつとか。見たことない。あるあるある。デパート行くと結構。どうやって作るのかな。箱に入れて育てるってことですか？型にはねもらう。もう育てないようにってことですか？見てみたい。すごい。私はですね、この間船の上で食べましたよ。あ、釣りをして帰りに釣り持ってって、はいはいはい、帰りにみんなで食べながら帰って、うん、いいな、夏っぽい。そうそうそう。まあね、今年は暑いのでね、皆さんもスイカを食べて涼しく夏を過ごしてください、はい、それでは今回もアプカミ楽しくお送りしましょう。お届けするのはこぶしファクトリーの映像です。今回は最新シングルからオラは人気者、ミュージックビデオ撮影の裏側をご覧いただきます。どうぞ。シールみたいなのもすごい、でもなんかすごいリアルなんですよ。すごいリアルなんですよ。あれですね、あのなんかこれは私たちの映像の後ろにこの幼稚園が現れるらしいですね。だからこの幼稚園の前で私たちが歌ってるみたいになってなるような、それが完成らしいですね。トップバッターです。緊張しますね。もう歌詞間違えないですね。いけないので頑張ります。
ですけど、今回はその普通にソロリップを撮ってからその後にクリーンの布を着て撮ったんですけど、その時にのなんか表情だけしかできなかったんですよ。私あんまり表情変わんないって言われるので、すごい最初はすごいロボットみたいとか言われていたんですけど、まあ私結局多分あんまり表情変えないタイプだと思うので、手とかがないと多分、なのでちょっと表情ももっと頑張らないといけないなと思いました。この顔やって、うなずくやつ、あのピーマン好き、うんうんみたいなの。ねえねえお姉さん、ピーマン好き、人参食べれる、納豆にはネギ入れる方、あ、うんと、おらたち気が合うかも。あれカット OK です。はい、はい、ありがとうございます。回りました。はい、よーい、スタート。はい、回りました。はい、回りました。よーい、スタート。はい、今ソロリップ終わったんですけど、あの拳ファクトリー、これが3枚目のシングルになるので、こうミュージックビデオ撮影は何回かやってきて、今までずっとこう緊張して顔がこわばってたことが多かったんですけど、今回の曲はすごく面白いし、なんかこう楽しい曲なので、いつもよりこうリラックスしてできたかなと思って、すごく楽しかったです。では踊ります。じゃあソロに。そう、今からあの一人ずつソロのダンスシーンを撮るわけですね。もう本当に初めての試みということで、なんかもう心臓バクバクしちゃってるんですけど。いやでも絶対間違えない。絶対間違えない。そこ自信持たなくていいのよ。間違えないじゃん。そう大丈夫。周りに、そう周りに人がいると思ってやれば大丈夫。なんか一人で踊ったことってないじゃん。そう、緊張します。緊張する、ほんと緊張する。カメラがすごいこっち向いてるなって思うと緊張するんですけど、みんなが見てるって思う。頑張って、笑顔を保って頑張ろうね。まあ、頑張ります。頑張ります。行ってきます。
じゃあ皆さん行きますよ。お願いします。はい、回りました。行きます。ご覧いただいたのは拳ファクトリーの最新シングルからオラは人気者、ミュージックビデオ撮影の裏側でした。オラは人気者は人気アニメクレヨンしんちゃんの3代目オープニングテーマのカバーです。まさにメンバーの皆さんの衣装も赤と黄色をベースにした色合いでしんちゃんっぽい仕上がりになっていました。はい、振り付けにもですね、しんちゃん風の動きっていうのがいくつも散りばめられてたみたいで、本当にこう楽しそうな撮影風景でしたね。ねえ、こういう風に出来上がってたんですね。うん、あの緑のバッグのところでね、うんうんうん、あえて撮って、あのその後ろの学校とか、はいはいはい、幼稚園何あれを、うん、ああいうのを合成してるんですね。ねえ、すごい。いや、すごい編集の今ね、技術というか。いや、本当ですよね。まあ、それも技術もそうですけど、うん、彼女たちのその表情豊かな、あの一台のカメラを置いてみんなでこうやって代わり代わりに出るね。はいはいはい、あれすごい楽しそうです ね、 ですね。みんなすごく仲良さそうで、うん、実際仲いいのかな。仲いいんじゃないですか。そんな感じがしたもんね。私楽屋ご一緒したことあるんですけど、本当に仲良くて、もう普段からちょっとわちゃわちゃした感じで、すごく楽しくこうやってますね。で、今回もすごい緊張してる風に見えなくて、いいよね。みんななんかキャラクターがさ、みんな顔も違えばキャラも違うじゃん。はい、みんなもなんていうの、分担が役割分担みたいなのがあったりして、ね、うん、すごい調和が取れてていいなと思いました。はい、このミュージックビデオはもう公開されているということなので、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。拳ファクトリーの最新トリプル A 面シングルは、オラは人気者、サンバ拳ジャネイロ、バチコイ青春の3曲。ライブパフォーマンスにも定評のある拳ファクトリーですが、強力な新曲が加わるということで、さらに楽しいステージになりそうですね。続いてお届けするのは、僕松原健のライブ映像です。先日7月20日に一橋ホールで行った公演から木蓮の涙をご覧いただきます。どうぞ。この胸のささやき
優しさを紡いで織り上げた恋の羽根、緑の風が吹く丘に寄り添って、やがて時は行き過ぎ、幾度目かの春の日、あなたは眠るように空へと旅立った。わあわあ、いつまでもいつまでもそばにいると言ってた、あなたは先に、あなたが来たがってたこの丘に一人きり、さよならと言いかけて何度も繰り返る、わあわあ、ご覧いただいたのは僕松原健で新曲木蓮の涙フルコーラス聞いていただきました。いや、一橋こうあの、はい、一橋ホールかのコンサート、2人ね来てくれる予定だったんですけど、す残念ながらね、おかまりちゃんは仕事が入っちゃって、もみちゃんは来てくれたんですけどね、行ってきました。あ、じゃあ生で聞いたってことか。もう空気がすごい、もう松原さんに染まってて、でおばさま方が多かったんですけど、皆さんこうペンライトとか振ってるのびっくりしたんですよ。そうですね、結構皆さん持ってくださるんでね、でバーッと出てきた時にバーッてねこうペンライトがあると、なんかジャニーズになったような気分、気持ち的に気持ち的に、あ、ジャニーズかなみたいな。確かに色、あれですか、メンバーカラーあるんですか。メンバーカラー、はい、何のメンバー。松原さんの この色を持つみたいな、あのね何色かに変わるんですけど、はい、曲によって変えるんですよみんな。そうそうそう、この曲は緑とか青とか。それはもうファンの人たちはもう自分たちで分かってる、なんか暗黙の了解みたいな。だからもうバーッと青、3つぐらい緑。いや、知らない、いや分かんない、分かんない方ね。そこまでまだ初めて来た方とかね。
アイドル現場とは違って、なんかこうゆったり振ってる感じが本当に素敵でした、ね、はい、本当静かにこう皆さん聞いてくださるんでね、はい、でコンサートツアーね、残りがあと1箇所になってしまいました、はい、コンサートツアー今後はですね、8月の10日、石川県の小松芸術劇場うららでツアーファイナルがあります。石川県というのは僕にとっても大事な場所で、あのもう第二のふるさとと言っても過言ではないので、もう本当に一生懸命歌いたいと思ってます。どうぞ皆さんよかったらお越しください。お届けするのはアップカミ独占のレコーディング映像です。今回は8月3日発売、チャッベラチンクエティのニューアルバムからドリームモアドリームズ、レコーディング映像をお届けいたします。どうぞ。こうやって力抜けて本番してるかどうかっていう力入るね、これがちょっと落ち着こう。はい、落ち着きましょう。ドリームはドリームズ。ごめんごめん、俺は間違えた。ダッシュダッシュドリームはドリームズ。よし、頑張ろう。気を取り直していってみましょう。お願いします。気を取り直すと全部忘れてしまうというほどほどにほどほどにはい、じゃあいくね。はい、ドリームモアドリームズ。自分との戦いは終点なんてないんだ。 My Lord、 信じれば繋がる、消さないよ心の栄光は誰
愛する家族と戦う仲間と信念を貫けばぶれたりしない夢がある人生守るべき人がいる幸せだ誇るべき我が道アーティストっぽい。すごい。なんかわかんない。自分で言って。自分で言って。撮ってる時から思ってた。いやちょっとなんかアーティストっぽいなみたいな。そのさみんなでさ一つの曲をさ、うん、あの目合わせながらさ、うん、そのグルーブっていうのを合わせながら歌ってる感じが、うん、アーティストっぽいなって。そうだ。最初だってさレコーディングする時もさ、はい、こういう感じで撮ってて、ね、なんかちょっといい感じのグルーブ出ないねみたいな感じになって立ち位置もさ丸くなってそう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 。そうそうあと曲振りも、うん、あの最初ロビンが言ったんだけどそうだよあのちょっとそのビッグバスして、うん、実はさりげなく橋本に変わってるからねいつもそういうさちょっと大事なとこロンちゃんが言うっていうのが私的にはね思ってたんだけど、うん、急に振られてうわやばいちょっとプレッシャーみたいな噛まないかなみたいなそう多分その緊張感も私の顔に出てたりするんじゃないかなってそうテッシーのね貴重な NG テイクもあったりとかありましたねなんだかほんわかね、はい、レコーディングできたのでみんなになんかそのうちらの空気感が伝わったらいいねそうだねということでそんな私たちチャオベラチンクエティ8月2日に10周年を迎えるんですけれども、うん、その日に新宿ブレイズにてライブを行いまーすありがとうございますもうね10周年のライブということで、まあ、改名をして4人になって新体制になった私たちなんですが、うん、このねアルバムの曲の、うん新曲とかもねそうですよ初披露初披露、ね、ここで言っちゃっていいかやばいあ
大丈夫でしょということで、ぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思います、はい、ということで以上チャオメンなジークエティでした。ご覧いただいたのはチャオベラチンクエッティでドリームモアドリームスレコーディング映像でした。8月3日に発売されるチャオベラチンクエッティのニューアルバムアライブフォーユー、アルバムはロビユキ版そしてツインズ版という2種類の発売で、このドリームモアドリームスはツインズ版に収録されているボーナストラックとなっています。ロビユキ版はですね、ロビンさんと後藤さん、そしてツインズ版は橋本さんとモービンさんの2種類ということなんですけど、私結構チャオベラさんとはお仕事を一緒にさせていただくんですけど、本当にこのロビユキツインズで分かれてプライベートでもめちゃめちゃ仲がいいみたいですよ。そう、絶対にもう、はい、仕事以外の時でも、はい、なんかお昼ご飯だけ一緒に食べに行ったりとかするって言ってましたね。そう、そのくらい仲いいチャオベラさんですが、いかがですかこういうレコーディングは。いや、よかったね。なんか、うん、それでまあ親身にね、歌詞がねすごい伝わってくるんですよね、この歌ね、はい、こうバンバン入ってきて、うんうんうん、それで最後にまたこれからもよろしくねとかっていう、ああいうのも入ってるんでしょ。もう完全生みたいな感じで、はい、もうそのままレコーディングされてるっていうね。そうですね、これは僕はね、このツインズ版に入ってるの、ツインズ版に入ってるんですよ。こっち買いたいですね。本当に魅力的ですね。ゲットしたいです。この曲ちなみに作詞作曲がツンクさんが担当されてる。ツンクさんすごいですね。さすがですよね。いい曲。はい、まあ、ギターはですね、テッシーさんことユニコーンの手嶋勇さん、あ、はい、支持されてましたね。そうですね、本当素敵 なんかレコーディングを見た感じが、一発でみんな集中してっていうのがまたすごい作品です ね。この時一回しか聴けないこの歌ですからね、うんうんうん、それが丸ごと収録されているということで、はい、ぜひチェックしてみてください。アプカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞお楽しみに。もうこんな人生もうひっくり返せ When we touch it my soul When we love my work だけど僕たちは一人じゃ寂しくてもう最後に笑うのは俺たちさ届けするのは中島拓也さんのライブ映像です。6月16日に新宿ロフトで行われた公演からどんなことがあってもご覧いただきます。どうぞ。最後です。どんなことがあっても上げとけ。今は苦しい時かもしれない、月が見えないかもしれない、どうすればいいか分からずに出し尽くして、だけどここで終わりにできるほどそんな小さな夢じゃなかったはずだろう。今の自分を強く信じて、どんなことがあっても決して見つかる必ず笑顔になる。
は辛くてもいつか必ず叶う時が待て。どんな中島拓衣さんでどんなことがあってものライブ映像でした。どんなことがあってもは2015年発売のアルバムレンガの家に収録されている楽曲です。歌詞全体に拓衣さんからの応援のメッセージが詰まった楽曲ですが、実はファンの方からの応援の言葉に拓衣さんが勇気づけられたという体験がきっかけで生まれたんだそうです。本当にこの曲はね、もう名曲というか、ライブでも ね何度も、まあ、私も生でも聞いているんですが、うん、本当にこう勇気づけられますよね。僕はね、レンガの家の中のね、はい、ベスト3の中の1曲ですね。この歌はもう大好き。もうね、ライバルながら、うん、ライバルながらいやいや、ライバルって言っても本当ね、雲の上の方ですからね、拓衣、はい、さんはね本当に好きな歌ですね。特に詩とメロディーがぴったり合ってる。そうですよね、うん、そうですね、素晴らしいんですけど、私レゲエになるところも好きで、ビタスイのドリームガールもあのレゲエになったりするんですよ、うんうんうん、なんかそういうのがあってすごく好きだなって思います、うん、ちょっと遊びみたいなのもあってね、はい、そういう感じ。たくいさんもう素敵、ね、泣けますね、本当この曲。今は辛くてもいつか必ず叶う時が来るから、私めっちゃ好きですもん。そうだよ、叶う時が来ますよ皆さん、うん、来ます。はい、たくいさんのライブはですね、今後もまだまだ続きます。8月には名古屋、東京、大阪でサマーライブ2016サンキューロックンロールを開催ということなので、ぜひチェックしてみてください。アプカミ、続いてお届けするのはラベンダーの映像です。7月23日に新宿レニーで行った公演から宝物の映像をご覧いただきます。どうぞ。いつからかがすごく
が必ず来るんだきっと。なかなか会えなくなるけど、心がいつでも繋がってる。ありがとうだけじゃ伝えきれない、この気持ち伝わってるから。寝不足気にせずいたい、今この時どう気分しよう。支えよう、愛し合おう、素でいれる仲間たちがいつもそばにいて励ましてくれ。本当にありがとうございますね。なんか地方各地に来てくれた皆様本当にありがとうございましたね。毎回来てくれた方々もいるでしょうね。覚えてるよ顔ちゃんとね。なのでね、なんか毎回毎公演を終えるたびにね、なんか次の公演になるとみんなとちゃんとなんか一丸になってる感じがね、すごい1曲目から分かるツアーでした。だからみんなのパワーももらえたし、私たちからのパワーももらえたかな。よかった、よかったです。本当になんかみんなの笑顔がパワーになる、すごいいいライブだったと、いいツアーだったと思います。そして私からちょっとお知らせがあるんですけれども、9月16日の新宿レニーのライブをもちまして、ラベンダーを卒業いたします。
今後はギタリストとして、海外の勉強、海外ごめんなさい、海外での勉強も視野に入れつつ、ミュージシャンの方々との共演を通してギタリストとしてスキルアップしていきたいと思っております。ギタリスト魚住ゆきとして、今後どのようにしていったら自分の理想にもっと近づけるのか今年になってから考えるようになりました。メンバーのみんなに相談したり事務所の方々にご相談させていただいたりして、今後の未来を決めることになりました。突然のご報告になってしまい本当に申し訳ありません。9月16日まで精一杯ギターを奏でてみんなを笑顔にしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。でもまあね、レナはね、こう姉さんの話とか聞いたときに宝物は普段こうほらインタビューとかで友達が誕生日をしてくれてこう書いたんですけどって言ったけど、レナはメンバーのことをこう思って歌うようにして、姉さんにずっと言われたっちゃけど、なんかあのさ、みんなは知らんけどこっち知っとうやん。で、レナがさっき知っとったわけよ、まだこの二人が知る前。宝物の時にさ、こっち来てさ、姉さんのギター見るわけ、もう一人で泣きそうなわけよ。うわぁ、姉さんのギターだーみたいな、なってしまって。でもそれ姉さんに言ったらさ、姉さんに LINE したら絶対意識して手とかなんかとかなったらいかんなと思ったけど言われたっちゃけど、今日最後に言うね。そう、姉さんのことを思ってね、ちょっと後半歌ってたんですけれども、まあ今日はなんかもうちょっと静まりかよのやめてよ、もうほんとやだ、楽しんでる。じゃあ皆さん、あの言葉で締めましょう。皆さん、おつかー、今日は本当にありがとうございました。すごい楽しいツアーやったし、なんかラベンダーが買われたツアーでもあると思ったし、これから変わる発表をしたツアーでもあったし、ラベンダーにとって大きいね、この2ヶ月は。そうですね、本当に大きな転機でした。皆さん、そうですね、いや本当に緊張した。あのちゃんと、なんだろう、ちゃんと言わなきゃいけなかったんですけど、ちゃんと全部言えなかったこともいっぱいあったので、またブログで綴り、ブログで綴りますね。泣きそうだった、本当に。いや、来るけ、こっちにも。ですよね。たまにとか、いつも仲間、とか、小学生に直して、いや、ちょっと待って、無事だよ。すいません、本当よ。本当でしたよね。その後のレナの挨拶のやり方。私の髪型がね、マジで悪かったんですよ。見ちゃったから。で、まあ、そんなこともありましたけれども、でも無事にね、千秋楽も終えましたし、9月16日にはこの4人で最後のライブがありますので、まあ、ダッチ尽くして、うん、ダッチ尽くして、ダッチ尽くして頑張ります。ぜひ9月16日新宿レニー来てくださいね、待ってます。ご覧いただいたのはラベンダーで宝物のライブ映像でした。映像にもありましたが、ギター担当の魚住ゆきが、9月16日新宿レニーをもちまして、ラベンダーを卒業することとなりました。まあ、ラベンダーを離れる理由としては、ギタリストとしてスキルアップしていきたい、自分の理想や可能性に挑戦してみたいという気持ちが、まあ、ゆきちゃんの中にあって、まあ、私はこう、なんだろう、結成当初からなんかこういつかはサポートとかもあれもやってみたいっていう話も聞いていたので、まあまあ、そのなんだろうな、話はずっとしていたんですけど、このツアーの1ヶ月、じゃあこの発表の1ヶ月前くらいかな、うん、に、まあ、ちゃんとそういう風にしようっていう風に決まりまして、はい、でもそこから結構、まあ、ライブも何回かあって、なんかでも逆にこう4人でやってることがすごい当たり前になっちゃってたし、ゆきちゃんのその作ってくれる曲とかがやっぱどんどん増えてきてた時期だったので、なんか逆に、なんだろうな、なんかこう当たり前になったことがそうじゃないって感じれたライブだったなっていうふうに思いますね。まあ、あのちなみにですね、この日公演はラベンダー単独公演の100回目ということで、はい、まあ、たくさんの方にお祝いもしていただき、まあ、本当にあのその嬉しいことと、まあ、ファンの方の中にはまだ受け入れられないって言ってる方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういうね、いろんな思いがあったと思うんですけど、まあ、目はちょっと最後も出てましたけど、本当にゆきちゃんの背中を押す気持ちで
お送り出そうと思ってますので、うん、9月16日、ね、うん、新宿レニーで本当にあの4人でラストのライブがあります。はい、もう今から絶対に予定を空けて遊びに来てください。よろしくお願いします。お送りしてきましたアプカミ、残念ながらお別れのお時間です。さて私はですね、あの7月24日についに23歳を迎えたんですけど、おめでとうございましたありがとうございます、あ、はい、24日はですね、まあ、はい、23日がそれこそ新宿レニーで、うん、こうライブ最終日、ツアー最終日だったんで、うんうん、まあ、はい、9時くらいにライブが終わって、はい、10時くらいからあのメンバーがちょっと打ち上げがてらお祝いをしてくれるっていうので、まあ、ちょっと近くのお店に行って、はい、でメンバーがお祝いしてくれたんですよ。でまあなんだかんだ楽しくて1時間くらいで帰ろうと思ってたんですけど、うん、まあ、2時間くらいいて12時くらいに帰りまして、うんうんうん、はい、そこお風呂に入って私は夜中の2時から、うん、あの釣りのロケに釣り行ったんですよ。そのまま当日は2時から釣りそうなんです。で釣りの大会のロケだったんですけど、まあ、大会に出まして、はい、で、まあ、ずっと何時までかな、お昼まで船に乗って、まあ、投げ続け、え、夜釣りっていうか夜も釣るのじゃなくて、2時に出て移動して、移動してで朝の5時から出船で、で12時まで釣ってタフだね。いや本当自分でも思いました。でそこからあの家族が、まあ、その日ちょっと私が大変だろうなっていうんで家族がちょっと迎えに来てくれたんですよ。で一緒に来てくれて、で帰ってそのままおじいちゃんおばあちゃん呼んでご飯食べに行って、はい、でその友達がお祝いしてあげるからおいでって言われて、いろんなところに誘われて、そう、いろんなところが、その日は今まで23年生きてきて一番詰まった誕生日だったと思いますね。みんなから引っ張りだこで、いや本当に嬉しかったです。いやなんかもう家族とも過ごすことってやっぱこの年になってくると、うん、誕生日友達と過ごしちゃうからそうだ、ね、なかなかなくて、うん、で家族がその時協力してくれたからやっぱ車の中でちょっと寝ましたけどさすがに、でもなんかこうみんなに会える誕生日ってなかなかないなと思って、いいね、幸せでしたよ。メンバーも友達も家族もみんな宝物だね。本当、ね、宝物でした。うまい、お母さんいや本当にあの23歳楽しく元気に、そしてあの貯金を貯めるっていうね、いいね、いいね、はい、目標をちょっと決めたので、はい、やっていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。それではそろそろ本当にお別れのお時間です。番組へのメッセージ、ソングプラスユーへの投稿はこちらから。それではまた次回のアプカミでお会いしましょう。お相手は松原健史と、ビタースイートの長谷川萌実と、ラベンダーの岡田真理奈でした。さようなら。